じゃあ、こんにちは。はい、じゃあ、スモークが大変ね、びっくりしましたね。どう思う？まあ、宇田川さんもね、よく言われてますけど、やっぱりスモークが5番、6番に入ってランナー出るとヒット3本でもなかなか帰ってこれないって話をされてましたけど、もちろんスモークっていうのは、まあ、ホームラン打つんですけど、これスモークがいなくなると松原が今度入ってこれるじゃないですか、うんうん、だから梶谷が入ってきて丸が帰ってきたらなんか打線的には良くなるんじゃないかなというふうな、ちょっとジャイアンツのここまではよく頑張ってはいるんですけど、もう一つこうパッといかないところはその辺かなという気がするんで、これはあの、まあ、松原使えるんで僕は良くなるかもしれないと。脅威？脅威とまでいかないです。それは阪神側から考えてるやろ。いや、やっぱり18日から始まりますからね。まあまあな、まあ始まってるからな。はい、始まってますからね。な、やっぱ扱いが難しい外国人っていた？いや、やっぱいましたよね。例えば誰？いや、外国人どんなタイプやった？まあ、外国人ってみんなやっぱり、これ言い方悪いけど、やっぱりあいつらっていうのはなんていうのかな、やっぱりチームというのも個人で出稼ぎって感じじゃないですか。こっちで金稼いで帰るっていう風な気持ちが強いじゃないですか。で、まあ、今の外国人ってちょっとまた違うんじゃない？今なんか仲間意識が強くない？いや、俺らの時はレスカーノって来たんだよ。で、ポンセが、ポンセね、懐かしい、同じ郷土の人間で、はい、もうスーパースターなわけよ。向こうが、向こうがレスカーノっていうのは、はい、で、来るの来日するのこう楽しみにしてて、もう憧れの選手と一緒にできるっていう、セカンドをやってたんだよね、この人が、はい、フラを落としたんだよ、はい、そしたらその時の監督がえらい怒って、ミーティングで、はい、お前あんな取れ方どのもの言うて、はい、そしたら俺はもう野球に自信がなくなったとか言って帰っちゃったんだよ。ポンセお前どうなってんねんって言ったら、本当、いや俺に言われてもとか言って、でもそういう外国人っていうのはいなかった？いや、昔みんなそんな感じじゃないですか。僕が、まあ、プロ入った時にあのマイク・マーシャルっていうね、うん、まあ、ドジャース4番打った選手が、うん、あの時に2億何本で来たんですよ。ほんで、あれがメジャーでもっと4番やんって、まあ、あんまりそんな綺麗は感じなかったんですけど、うん、開幕戦で工藤さんからね、西武でバカーンってツーランとか打って、まあ、やっぱりメジャーってすごいなと思ってたんですけど、当時そのやっぱり日本ってね、弱点で分かればそこばっかり攻めるじゃないですか。ほんでやっぱり俗に変化球ですよ、にもくる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 回り出したんですよ。ほんだらこうなんか腕抜けるんちゃうかみたいな素振り、空振りしてね、で当時の監督にまたこう女やろタコ踊りばっかりしやがってとか言ったんですよ。なんてタコ踊りなんか言われたの、メジャーが。ほらね、多分なんか分かったでしょね、その時に奉仕って言ったんです。まあ、その汚い言葉ですね。ああ、まあ、多分監督もそれ分かったでしょうね。ああ、何をこの野郎とか言ってお前なんかファーム行けっつってファームだったんですよ。ほんで帰った。ほんであのいやファームになって、僕ら当時玉川の寮じゃないですか。玉川の裏の時東横線走ってるじゃないですか。誰だよ、どがそんだろうで僕があの当時玉川の寮やったらね、1年目は朝11時からね、10時からファームが練習してたらね、外でランニングがあったんですよ。一軍なのに、一軍の寮な若手、ああで、ここで、ね、ポールカード走ってたんですよ。ほんならマーシャルがわーみたいな、トレインって走ってたんですよ。こんなとこなんだみたいなまあそう思うよな。だからでも当時はそんなことがわからないじゃないですか。わからないよ。で俺遠征行っても必ず朝ランニングがあったんですよ、うん、公園でプロ入って、まあ、体操とかあったよな。いやランニングですよ。大変だから、やってたの？やってましたって分からへんから、いや、相手もっともっと走れとか言われて、手振れみたいな。だから、あ、プロってこんな感じでやるんだと。だその時になんかそのまず外国人と一緒に野球やることがなかったわけでしょ、うん、まず入ってきてそのメジャーの4番に対して、今やったらね、もっと気遣ってやったかなと思うけど、で、わしのもバンバン言われるから、そのマイク回しも怒って、ほしゃーって思って、うん、なんでこんなやろう、それが俺も、そのぐらいの英語俺だって分かるわって言われたんです。この野郎、それぐらいの英語俺だって理解できない、この野郎、何が、まあ、その、なんだこの野郎、馬の外家がってとか言って、怒っちゃうんです。略してた。でも、ブランコ取ったろ、横浜に。あの、右バッターですね。そうそうそう。はい、あれがさ、ロッカー使わないで、廊下だけ着替えてるのよ。はい、で廊下って暗いじゃない。だから最初は分かんなかったんだよ。でブランコお前何してんだっつって、こんなとこで着替えてって、もうホームチームだよ、廊下ちゃんとしてるじゃん、なんで中に
入らないんだって言ったら外国人同士であるらしいよ。あ、それはいじめみたいなのが。あんなでかいからしていじめられてますか。俺はロッカーで聞けられなくないとかお前何言ってんだよって。あんなでかいからどうしたって言ったら本物バッターでしょ。そう、まあ、まあ当時いた、まあ、名前はまあ日本におるから言えないけど、はいはい、まだね。もうどうしたんだって言ったら、いやあいつはダメだって、あいつとは会わないとか言って、お前情けないこと言うなよって、喧嘩したらもうイチコロやん向こうはみたいな。そんなのもいるでしょ、気弱なっていうか優しいというか。すぐあります。あるな。で僕ら日本の時に3年目、豊さんが3年目か4年目にね、マッキントッシュっていう会社に来たんですよ。マッキントッシュってパソコンがで、あのちょっと上田監督がね、外国人ってよく分かんないじゃないですか。で全く練習あかんかったけど、シーズン入ってポコンと打つタイプとめちゃくちゃええけどっていうタイプいますけど、キャンプから見てもね、こいつ絶対打たへんなと思ったんです。僕2年目か3年目やけどこいつが打ったら こんなん打てるんかなと思ったんです。だからちょっと白人でね、ちょっとバッとこんな開けて、あのユニフォームの着方もね、全くセンスないんですよ。なんか外野の受けてね、こうクッションボール、レフトのクッションボールでセカンド投げたんですね。でもふわふわとしたボールやったんですよ。上田監督がね、クラワーってあれな、もっとな、足引いてったらバーン行くらしいわって言われてて、ずっとそれやったんですよ。私の監督もおいって行くだったらバーン行くんやーってもうね、そのマッキーも途中まででした。マッキー言うて。でもそれ言うんだったら俺ポンセは頑張ったと思うよ。いやポンセすごかったじゃないですか。いや違う、最初は触れ込みが内野だったらどこでもできるっていう触れ込みで来たんだよ、はい、な。俺は最初はオープン戦ショートやね、ポロ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 するんや。ショート持ったんすか。ああもう大丈夫かって言って、はい、俺セカンドやっててポンセ大丈夫って言ってたら、オッケーオッケーみたいな俺はポロ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 するから近藤さんね、怒ってマウンドに上がってきたんだよ。ポンセーとか言って試合中ですか、うん、試合中に、うん、お前何やってんだとか言って、お前はサードだとか言ってサードに行かされたんだよ。このサードやってたらフライ頭に当ててポーンって言ってお前は何やってんだって外野行けって言われて、外野行ったらバックホームしたら、あの後楽園のバットケース外にあったんだよ。あそこに投げたんだよでお前ポンセ、お前触れ込みは、はい、お前どこでもできるって書いてあったぞって、はい、お前本職はどこやねんって言ったら、俺はファーストだってこんなの多くなかった。いや昔はもうその辺めちゃくちゃでしょ。めちゃくちゃよ、内外野どこでも守れるって、どこも守れないっていうやつがいた。でもあの僕らやったらやっぱこうおバンドなんか面白かった。やっぱりあいつなんかヤンキースがなかなかやっぱ期待したら出さなかったって、あいつはだから絶対襟付きのシャツ着て村抜いてましたよ。エリートやな、やっぱりその辺は。ほんで、あの時はあのウィルソン、ブラックスともいてね、あのそのブラックスっていうのがなかなか黒人なんですけど、俊足高打って入ってきたんですよ。だから、ね、黒人にしたらもうすごいね、黒人だったらもっとなんかこう下半身がものすごくこうバランスいいかっこいい体してるのに、逆三角形みたいな足細いんですよ。で、X 脚なんですよ。でも全然あの俊足コーナーじゃなくて、まあええやつだって前半めちゃ打ったんですね。で、オールスター終わってから25本ホームランだったんですよ。でも打率は2割、今7、8分 で、オールスター終わってから早稲田の丸山球場の試合の時にね、スタメン外されてたんですよ。めっちゃええやつなんですよ、ブラックス。でも、ものすごいいじけてるんですよ。で、ブラ言うて、元気出せよ、どんどんこうなっても、靴だけ俺分からないって、どうして、俺25本ホームランって、ね、なんで俺使わないんだって言って。あの札幌丸山球場ってね、デーゲームしかできへんから、なんか倉庫みたいなとこあるんですよ。そこで一人でいじけてましたそれが可愛かったんですよどうして言ってね。いやでもそうやって意欲的に出たくて拗ねてるんだったらいいじゃん、はい、まあ、ゲーム始まってんねんで、はい、3番バッターホワイトトイレから出てきましたあの通訳がコカツっていう人だったんだよコカツお前どうなってんだとか言ってたら、いやなんかお腹痛いって出てきませんよって、お前もう試合始まってんだぞとか言って。でもね、昔ってそういう面白い感じ言いましたよね。言った。で代打送って、はい、代打送った瞬間に出てきたから。あ、なんかいますいます。あのいるだろう。僕らも昔も僕ら入った時にあの
ベースっていうのが背番号8番やったんですね、うん、で10番がウィンタースですよ。でベースっていうのが背番号8番であんま打たないんですよ。チャンスでツーアウト2、3塁かなんかでね敬遠されたらねものすごくこうなんで勝負しないんだみたいなね格好してねいつに行った時にねみんなが何言ってもう面白いみんなベンチ何言ってんだって打てないくせにあんないのお前格好つけてねえやとみんなベンチ言ってんですよ。それって笑けてねであのダイソーとか言ってもねみんなタッチも何もせへん何やお前どうせ打てないくせに何やってたことあるんだよ全部扱いがやっぱりちょっとかわいそうだったよな昔は。いやもうあんまり寄りつかなかったじゃない。ちょっとだいぶ壁ありましたよね。壁あったよな。だからあのだからコーチもほったらかしだもん。あんまりね外国人は別行動みたいな感じじゃないですか、うん、でもうまだとにかく結果だけ出せみたいな、うん、だそういう点ではウィンタースなんていうのはあの踊るホームランキングなんて言われてねあの試合前にあのユニフォームを逆さに来てね踊ったり、あこんなことするんだと思いました。俺も一緒にやったよウィンタース やりましたっけ1年間。あそっかそっか、なんか思いましたね。あとはなんか思い出深いです。